住宅展示場へお出かけになりませんか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。なるヒーローを目指す若き闘魂。野球用品は妹。あら、原さん。いや、よくそう言われるんですよ。僕、ミキのメガネで変身しちゃおう。メガネのバリミキ。ちょっと寂しそうね。メガネをかけたら、これにしようかしら。いいわね、ミキのメガネ。輝きが出たわ。メガネのバリミキ。こんばんは、TVKニュースです。今日は仕事始めですが、皆さんの職場ではどんな年頭の挨拶が聞かれたでしょうか。ところで、関東地方、正月三が日は大変好天に恵まれたんですが、今日の午後から、お天気が崩れてきました。で、午後の4時半には、県下に大雨、洪水、強風、波浪注意報出されまして、今夜半から雨と風が強くなりまして、明日の朝、箱根などの山間部では、雪になる恐れがあるということですので、車などでお出かけの方は十分にご注意をいただきたいと思います。ところで、正月休みもなく元旦から働いている方と申しましょうか、ご紹介をしようと思います。ご覧のように大変コミカルなアシカの姉妹が三浦半島油壺にありますマリンパークで行われております。お囃子に合わせて大きな獅子頭を口にくわえて、見事な逆立ちを見せます。このアシカ君、元旦から1日5回の出演で働き詰めでありまして、ちょっぴり疲れ気味の様子。できれば僕にも正月休みをくださいよと言いたげな表情でした。この獅子舞のお勤めは7日までですが、ちなみにアシカ君のおせち料理の方は普段と変わらぬ生のイワシで、お餅の方は与えないんだそうです。初めにも申し上げましたけれども、関東地方今年のお正月三が日とにかく素晴らしいお天気でしたが、そういうこともあって各地の人出はどこも多かったようであります。で、県警本部のまとめによりますと、三が日の初詣客は613万人、川崎大師が今年もトップの366万人、次いで鎌倉の鶴岡八幡宮、寒川神社の順で、順位は去年と同じなんですが、大きく変わったのが2位の鎌倉鶴岡八幡宮が去年より32万人も人出が減っているということです。でこれは鎌倉一帯が元旦の朝雨に降られて出花をくじかれたこと、それから交通規制が厳しく敷かれたためにマイカーの若者が敬遠したこと、でさらには階段が多くてお年寄りにも敬遠されたためではないかと八幡宮の方では言っています。人出が減った分だけお賽銭も少ないとあって、鎌倉鶴岡八幡宮では浮かない表情のようです。さて一方、正月三が日間のこの交通事故の方ですけれども、県下では久しぶりに死亡ゼロを記録しております。しかし事故そのものの数は3日間で104件、去年よりも38件も増えました。で特に事故による怪我人の数が去年より45人上回る165人も出ております。また警察庁が今日発表したところによりますと、去年1年間全国の交通事故による死者は前の年のおととしより41人減りました。で死者が一番多かったのは北海道の501人第1位、千葉、兵庫の両県がともに415人で2番目、で神奈川県は前の年より55人増えた410人を記録しましたが、最終的には全国第4位、秋に続いていたワースト2位の汚名は
かろうじて返上できたという年でありました。県下在住の画家によって描かれました絵画展と、それから鎌倉彫の名品を集めた展覧会、この2つが今横浜市内で開かれておりまして、愛好者の関心を集めています。横浜駅西口の横浜高島屋では、今日から神奈川県に住む画壇を代表する日本画家16人と洋画家21人の作品を集めた絵画展が開かれています。この絵画展、62年春に完成が予定されております。横浜市の美術館建設へ向けて市民の関心を盛り上げようと TBK テレビが主催したものです。美術館建設の動きは10年ほど前からありましたが、港未来21計画に合わせて具体化が進み、美術館設立の文化基金も誕生しました。で、おととし文化勲章を受賞した小倉由紀さんの作品も予定されているほか、40点近くが出展されており、売り上げの一部は文化基金に贈られることになっております。この絵画展は今月の12日まで横浜高島屋6階ギャラリーで開かれております。さて、一方、近代鎌倉彫の礎を築いたといわれる三橋乾山を代表とする三橋式鎌倉彫の名品や下絵を集めた展覧会が横浜馬車道の遊林ファボリで開かれています。会場には100点にも上る盆やお茶の道具、それにこれまで模倣されるのを恐れて門外不出とされてきた下絵など47点が展示され、愛好家の人気を集めています。中には京都の表千家が所蔵していた菓子器、菓子を盛る器ですけれども、これなど70数年ぶりに里帰りしたという名品もあります。まあ、地元鎌倉でもなかなかお目にかかれない貴重な作品ばかりが並んでいます。文様、彫り、塗りの三位一体となった鎌倉彫りの美しさを皆様も堪能してみてはいかがでしょうか。こちらの方も1月の12日まで馬車道遊林ファボリ7階で開かれております。さて、ここで訃報を一つ。県会議員の三好米夫さんが亡くなりました。横浜市緑区選出の自民党県会議員三好米夫さんが今日午後1時半入院先の東京狛江市の慈恵医大病院で心不全のため死去しました。71歳でした。三好県会議員は52年に県会議長を務めたほか、農政常任委員長、県の商店街連合会会長などの要職を歴任しました。告別式は7日の木曜日午後1時から横浜市緑区の大蔵寺で行われます。お知らせに続いては今年初めてのレポートをお伝えいたします。一冊の本があれば地球の裏側へ旅することもできる。知らない世界に向かって旅立とう。本は心の旅路、本は遊林道。土地を